部長とマネブーのええ加減トークスマイルファーム編行ってみよう。そうなんですね。今日はスマイルファーム編編だってスマイルファーム編です。スマイルファーム編行きましょう。じゃあ今日は先日ですね、行ってまいりました。うん、八百万のふるさとへ、聖地ね、聖地サンクチュアリ行ってきたね。SSS、うん、その模様をですね、部長のトークと一緒に、ええ加減なトークで、本編も結構ね、部長いい加減なこと言ってんで、まあええ加減トーク用だからね。はいはいはい、いきます、うん、じゃあちょっととりあえず流しながら見ながら。皆さんこんにちは。こんにちは、スマイルクラブ部長です。今日はですね、茨城のスマイルファームの方に来てます。こちらで八百万のお野菜やこの果物を作っているんですけど、今日は皆さんにね、この八百万写真に写ってるのはね、スマイルファームがどんな場所なのかっていうのを、ええ加減やな、収穫もしております。写真と動画の区別もつかんくのかね。楽しんでね、うん、バイバイ、これ写ってるのがこの竹やぶですね、後ろね。後ろね、竹やぶね、うん、これまあ茨城のさ、スマイルファーム、自社農園になります、もうね、じゃあ昨日前の晩からね、ドキドキしちゃって、ああ行く時ね、行く時、マネブ君初めてだったもんね。そうそうそう、で、ゆずきの木とか、梅の神の木とか、もうね、私のほら大好きなさ、梨、梨ね、梨星人、ね、梨は梨になってたね。言っちゃダメだよ。梨とかね、拝見できるのをすっごい楽しみにして、ドキドキしながらね、いざ強烈至極にござりまするみたいな感じ。現地入りをねしたわけなんですわ。で、まあ着いて、すぐにもうちょっと撮影を始めさせてもらったんですけど、お出迎えしてくれたのがこのブルーベリーちゃん。ブルーベリー、このね、ブルーベリーがね、これめちゃくちゃね甘いんだよ。あ、そうなの。でこれブルーベリーって、トゲトゲしてんの。あ、そう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 、すっげえ収穫大変なのこれ。あ、そうなの。一粒一粒きれいに取るんだけど、なんかこの奥のやつはちょっと分かんないんだけど、もっと手前にあった、本当に手前にあったやつが、ブルーベリーなんだけど赤いの。ああ、ちょっとピンクいやつ。はい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 、で、まあこの日のね最大の目的はこれだったんだよね。ビワのね、イベントを翌日に控えたこのイベントに使うビワ酒のためにね、この八百万極み、ビワを取ってきました。ちょっといろいろ私試してきていい？ビワさ、これね、映像ではわからないんだけど、匂いとかもやっぱりするんだよね。あ、した、本当すっごいね、良かったよ。あのね、こっち部長がさ、結構取ったよね。取った、だから5キロぐらい取ってる、ね、もっと取っとると思う。もっと取っとるか、もっと取っとると思うんだけど、最初行った時と部長が取り終わった時と、減ってるっていうぐらい分かんなかったかと思う。そうだよね、でこれ今映ってるのが、この竹やぶですね。またかい。はい、ここで問題です。はいはいはい、これ白い方分かる。あ、これは俺の大好きなみょうがだね。赤い方は、赤い方は、これ吹きと見せかけたウドでしょ。ファイナルアンサー、正解でござるよ。当たり前じゃん。じゃあ私ね、ミョウガってこうやっぱ土なものじゃん、だからこれ掘ったらミョウガが出てくるのって聞いたんだけど、このこれじゃなくて横にポコポコって出てくるんだよね。そうそう、この茎の横にこう頭がチョンって出てきて、そうポコポコって出てくるんだよねって言われて、でも今回ね、あの赤い方がこれ、そうか、これがウドか、美味しかった。ウドね、まだこれちょっとね、目が新芽出てたりするね。ま、来年も、トカゲがいる。目でプラ取ってね、天ぷらにできるよって言われたんだけど、タラ胸とね、かわいい、動かんかったらかわいいっつって、これな、あ、トカゲ、置物のように動かんかったね、ね、自然豊かだからさ、これ今撮影用でこれ音声切ってやってるんだけど、多分鳥の鳴き声すごいしてるでしょ。すごいしてる。まあ、これね、
あの本番はさ、うん、あのこの元の音と重ねてこのトークするんだけど、うんうん、これさ、マネブックやらないとの虫に刺された食われた跡がねちょうどいい感じにこのトカゲもどきくんと映ってちょっとやるじゃない。うん、いい感じいい感じ、うん、もうとにかくさ、うん、周りがさ、うん、もうトトロなわけよ。わかる。これね、でもね、この昼間でさ、うん、あれだけど夜絶対怖えと思った。あ、でしょ。さっきの木とかさ、そうさわさわとかね、言ったらね、怖いよね、うん、これ里芋か。そう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 、うん、これちょっと後から事件が起きるんで楽しみにしててください。キュウリだね。キュウリ、うん、で、奥が竹やぶだね。もう竹やぶここ、あれ取れないの。竹の子取れるよ。取れる、うん、取れる取れる取れる。で、これね、部長がね、今一生懸命さ、あの、ビワをね、収穫してるとき、私探検してたんですけど、うんうん、大きなトマトがね、なっててね、その横のバジルがね、この緑加減が。そう、めっちゃ美味しそう。え、これなんでトマトの間に、このバジルをあるかっていうと、うん、これ肥料だよね。要は土の養分を、うん、がそのトマトに行き過ぎないようにこのバジルを間に入れて、うん、このシソとかも入れて、うん、この栄養の調整をしてるんだよね、うん、まあ、要はそれぐらいトマト一つにしても、うん、この気を使って愛情をかけて育てるっていうのがこういうことなんだよね、うんうん、でも今回ね、これね、あのすごい下の方の目線で撮ってるんだけど、うん、ちっちゃいね、身長ね。そうなの、小人族になってね、うん、撮ったんだけど、うん、なぜかというとやっぱこの低いものをね、うんうん、あのこう猫ちゃんとかワンちゃんになったつもりでちょっと撮ってみたんだけど、ほんとにそのアングルだね。ここ猫みたいね。そう、ここね、今ね、あー、レッドオーシャン、はい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 、あの、ヤオヨルセットに今入ってる赤じそ。この赤じそはね、うん、あの梅つけるのとか、うんうんうん、あのおにぎりに一枚これつけてみたりとか、うん、そうそう、私さ、青じそをそれでやってる、うん、うまいよね、めっちゃうまい。で、これも入ってる今ズッキーニです。あ、ズッキーニだね、うん、めっちゃ大きいっしょ。でもズッキーニの葉っぱって初めて見たから。あ、ほんと、うん、ああいうふうにいっぱいになるって知らんかった。知らんかった、うんうん、つかそもそもどうやってなるかっていう想像もしんかった。うんうん、ピーマンね、ピーマンにナス、うん、ナスナスもちょうど今花咲いてるからね、うん、このね、ナスの今お花一瞬しか映らなかったんだけど、ちょっとこれ見て覚えてて、濃い紫色ってことだよね、うん、そう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 、そうなんです。これはこれ多分ね、唐辛子か、うんうん、辛いよね、これ。そう、辛いらしいよ。辛いよ、可愛いのがなってちょうど言ってる。いや、ほんと申し訳ないぐらい形がさ、うん、これ、辛いみたいなやつだったじゃん。全然そういうの気にならない。ここに行くとね、なんか不思議と全然気にならないね。そう、あのね、形がキュウリがストレートじゃないきゃいけないとかさ、ちょっと一旦止めよう。あ、ちょっとこれ止めて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 、うん、このさ、うん、これキュウリですね。キュウリ、キュウリの下の方にさ、うん、すっげーさ、うん、トゲがあるじゃん、うんうんうん、このチクチクがあるのと、うんチクチクがないの、うん、スーパーに行ってチクチクある？ないよ。なんで？新鮮じゃないから。お前何答え知ってんだよ。だってあの部長がお父さんとお母さんに教えてもらう前からマネブーは知ってた。ちょっと待って、今あの教えてもらう何の話？え、そうなのとか言っとったじゃん。言ってねえよ。言ってた言ってた、しまった。ええー、加減なこと言うなぁ。やめてほしいなぁ。ナスもねとか言ったら、とか言って、言ってたじゃん。知ってた知ってた。だから、あの、たまーにトゲトゲのがあるけど、うん、こんなね、刺さるほどのチクチクのものは見たことない。うん、なかったでしょ、うん、いや、あのね、ほんとね、触ったら、ね、痛いぐらい、トゲトゲしてるんだけど、うん、これ、要はスーパーとかさ、うん、こう肉道の駅とかもそうなんだけど、うん、並んでるやつってさ、うん、もうトゲトゲじゃないじゃん。そうだね、うんうん、あれね、これ、ね、聞いてる人覚えといて、うん、キュウリは、うん、トゲトゲを見ろ。そうそう、新鮮な証拠だね、うん、ナスのね、あのヘタのところのトゲトゲとね。そう、じゃあいきますよ、うんうん、で、これが万願寺唐辛子。万願寺唐辛子ね、今入ってるやつね、うん、これ辛くないんだよね。そうそうそう、これはね、うん、甘いんだよね、うん、だからジャコと一緒にこの醤油で炒めたりするのがね。ああ、そうなんだ。そう、京都とかではよく出るんだよ。え、これ
これは空心菜かな。はい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 、はい、でこれね、これね、ごめん、よく有名なのがこの餃子ニンニクってやつなんだけど、それじゃない品種で今回お母さん作ってて、今うちにさもらってきたやつ、昨日あのペペロンチーノにしてあの食べたんだけど、あの香りすごい。あ、ほんと。今ね、ざっと今ここに200個ぐらいあるかなと。これまあ15の一部なんだけど、これ多分あの今度出る白野菜シリーズの中にこれ入れます。でもあの、今のヤオルセットの今入ってる、入ってる入ってる、これすごい色も綺麗だしね、紫。これ玉ねぎね、あ、玉ねぎめっちゃ美味しかったっていうか美味しいよ、玉ねぎね、本当に美味しい。うん、でもね、部長がこうやってね、ビワを一生懸命ね取ってる間、あのいろいろと探検をねしてたんですよ。まあ、もうめちゃくちゃうち広いからさ、民気伝承、民気伝、多分あの端っこの方とか、ありがとうございます、持ってってやろうと思って出してます。このビワもやっぱそのサイズがバラバラだから、このサイズを合わせて大きい粒小さい粒って合わせてさやるんだけど、ちょうど熟し始めぐらいで、これあのビワ酒用に取ってるやつだから、あのちっちゃいやつ、そう、小さいのもそうだし、この色がまあ完全熟してないもん、を中心に今回収穫してるから、あのヤオルズビワ極み、で買っ、もし買ってるお客様のところに届くのはもっとサイズが大きくって、食べたってこと半分食べて半分ビワ酒にしたって。あ、贅沢やね。だってどうせなら作りたいじゃんって言って、これさ、あのビワ酒用に取ったやつも食べたけどさ、ほんと全然全然甘くてしょ。もうさ、今さ、動画出てると思うんだけど、なおちゃんが初ビワだったんだって。ああ、初ビワね。うん、初食べたことないって言って、まあそれをさ、あのアップで撮ってるやつがもう出てるんだけど、もうね、なおちゃんね、一口目がね、すっごい豪快だったの。そんなに言ったら、種食っちゃうよっていうぐらいガブーって食べる一口目。すっごい美味しいって言ってた。美味しいよね。なんか独特、なんとも言えないこの甘さと、このビワの香りね。みずみずしさとね。でもね、香りといえばね、梅。あ、梅な、梅さ、梅の芯さ、あのさ、キャリーに入れて運んできたじゃん、だからもうキャリーの中さ、もう梅の匂いしかしもんね。本当、梅をさやってる時にさ思ったら、ちょっと桃っぽい匂いするんだよね、甘い。プラムね、甘い香りがしてさ。そう、だから梅ってさ、英語で言うとプラムだよね。プラム、でもうちらのイメージしてるプラムって違うじゃない。そう、スモモ、スモモじゃん、でも同じ匂いするな。する。すごい甘い匂いしたの。不思議だなぁと思って、いい匂いしたよ。そうだ。7年ものの。あ、これね。ちょっとブレイクタイムです、ここ。うん。うちのね、あの家のキッチンちょっと恥ずかしいけど。あら、生まれた子が中学生。はい。いただきます。これ、梅ジュースが、梅ドリンク、これ何超うまいんだよ。数年ものかと思ったら、これ10年以上のやつだったんだよね、確かね。平成6年って書いてあるんだ。16年なわけだよ、13年って書いてあるから。あ、平成13年12年やったかな。なんか色がすごかったもんな。そうそう、でさ、これ小梅ちゃんで作ったって言って、ちっちゃい梅、梅ちゃん1個食べさせてもらったんだけど、美味しかった。あ、そう、なんか真っ暗やった。真っ暗やった。え、なんか黒ニンニクですかみたいな。シャッシュワで、シャッシュワな、シャッシュワの、でも美味しかった。なんかあの、あ、すっごい汗かいた後だったし、キンキンに冷えてない、冷えたやつ出していただいたんで。いや、あれはさ、やっぱりさ、今回さ、このスマイルクラブでもさ、この梅酒作ったけど、俺今回のこの梅酒作りですげえいいなと思ったのがあって、作った自分の梅酒に対して、日付もそうだけど、自分の名前を書いたよね。で、うちのさ、息子が作ったやつ見たらさ、クレッチの幸せビワ酒って書いてある。あ、そうなんだ。こういうのもつけんじゃん。そうなんだ。思いながら。で、その日付を書いてるのと同時にさ、今回その飲む自分、未来の飲む自分に向けて、このメッセージをさ、みんなが書いてくれたじゃんね。
や、あれがなんかこの自分のさ、うん、未来の自分へのその約束とさ、うん、その決断とさ、うんうんうん、この言霊、うん、もう書いてあるのがさ、うん、なんか見るためにちょっと嬉しくなるんだけどね、うんうん、こいつがさ、うん、じゃあ1年後、うん、じゃあ2年後、うん、3年10年で経ってった時に、うん、そのたんびにその時の原点回帰をしていって梅酒や琵琶酒をさ飲むわけじゃん、うん、いやうまいよねと、うんうん、でまずそのたんびにさこのうまさがさ、うん、ちょっと苦いうまみなのか、うん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 、ほろ苦いね、うん、昔の自分、うんうん、今の自分、うんうん、それからまた甘美なね、うん、美酒なのか、うんまあ、その各々の生き方だと思うんだけど、うんうんうんまあ、そういうメッセージをつけたのもさまあいい取り組みだったよな面白かった、うんうん、みんなすごい喜んでたしうん、ざっとねここまでがあの緑色のものです。うん緑色ね。うんだから今これから6、7、8うんうん。どれぐらいまで行くの9月ぐらい？うん。まで行ける八百万セットの今の、うんうん、今の現状。今ねまさに今注文してもらったらこの届く。そうそうそう。これが入るよってやつ。届きますね。そうそうそう。まあ、全部写し切れてないでしょそれでも。多分ね。うん、であの他もめっちゃんこ取ったから。うん、であのええ加減やな。皆さんのいいねとチャンネル登録が僕たちの励みになります。応援してください。よろしくお願いします。バイバイ。